皆さんこんにちは。三貝正史の趣味は園芸チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。さあ今回はですね、肥料の選び方について今日お伝えすることをね、分かっていただければですね、肥料選びに悩まずに選ぶことができるかなと。それこそ専用の肥料、植物にとってそれぞれでね、専用の肥料って売ってますけども、それがどうしてそれが専用の肥料になっているのかっていうことも分かってくるかなと思います。逆に言うと、あ、専用の肥料じゃなくても他のも使えるんだなっていうふうにもなると思います。お得に肥料を使うこともできると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは参りましょう。さあ、まず肥料というものはどういうものなのかということなんですが、もう簡単に言いますとですね、植物にとってのご飯なんですね。三大栄養素っていうのがあるんですよ。必須三大栄養素。それが窒素、リン酸、カリウムです。これ僕ら人間でいうところの必須三大栄養素、タンパク質、炭水化物、脂質ってありますよね。同じように考えていただいてですね、植物にとっては窒素、リン酸、カリウムっていうのがないとですね、元気に生きていけないっていうことなんです。だからこそ肥料を与えましょう、やりましょうっていうんですね。で、窒素、リン酸、カリウム、普通にパッケージにね、こんなように書いてあります。窒素、リン酸、カリウム。もうね、この主にね、もう全面のパッケージに書いてあるんですよ。これがどのぐらい配合されているかっていうの書いてある。これ大体ね、その窒素、リン酸、カリウムの下に数字。これ結構世界的共通ですね。こんな風に表記されています。これ、6、15と書いてますよね。これどういうことかというと、100g 中、つまり 100% 中、何 g、何%入ってるかってことなんですよ。これ分かってるだけで大きく違います。つまり、100g 中、窒素が 6g、リン酸が 10g、カリウムが 5g。カリウムは略してカリって書いてます、大体。はい。これを一つと押さえておいてください。これ今、ハイポネックスさんの現役ですけども、こっちマイガーデンさんですね。住友化学園芸のマイガーデンの方ですが、これは、こっち下の方に窒素、リン酸、カリですね。はい。9対10対5。ね。やっぱりその同じような比率の書き方で書いてあるんです。これも結構世界共通なので、これだけでわかるかなと、何%入ってるかっていうのが伝わるかと思います。わかりやすく窒素、リン酸、カリって書いてありましたけども、他のものだともう NPK って書いてあることもあるんですよ。NPK で下に同じように数字が書いてあるんですね。これどういうことかというと、同じなんです。窒素、リン酸、カリなんです。元素記号なんですよ。それこそ中学生の頃を思い出してほしいんですけど、水平、リーベ、僕の船って覚えましたよね。あれと同じなんですね。窒素はナイトロジェン。なので、頭文字が N。なんですね。ナイトロジェンで N。だから NPK の N が窒素なんです。じゃあ、リン酸、NPK の P ってことなんですよ。ファスパラス、PHO から始まる。P から始まるんですね。なんで頭文字で P がリン酸なんです。カリウムはカリウムなので K ですね。はい、これを覚えておいていただくと、もう一発でですね、もうほとんどの肥料が必ずこう表記してあります。で、全面に大体表記してくれてるんですけども、なかったとしてもですね、こちらはですね、ちょっと全面に表記ないんですよ。あれ、じゃあ分からないのかなと思いきや、そんな時は、この細かい配合表あります。ここに書いてくれています。ちょっとね、しっかりとした名称で書いてあるんですけども、分かりますよ。窒素って書いてあります、やっぱりね。窒素のところにこれ10です。で、次下の方にリン酸って書いてますね。やっぱり、ね、リン酸も10ですね。で、その下行くと、カリ。これね、加える。漢字で加えるに、砂糖、リ。で、これカリって書いてあるんですよ。こういう風に漢字だと書くんですね。で、これも10なので、こちらの場合は等倍ですね。10%、10%、10% 入っているような感じです。はい。なので、どこか見ていただくと必ずね、書いていただあるので、そういう風にチェックしてみてください。で、これを知ることが大事。もう見方分かりましたよね。で、どのぐらいの分量入ってるかっていうのも分かってきました。で、あとは、それがどういう風に効くのかっていうのを知れば、肥料選びが簡単になります。わざわざ専用の肥料、もちろん買っていただくのは間違いないんですけども、その植物専用の肥料買わなくても、あ、だから、ここ、窒素が高めなんだ。いっぱい入ってるんだって分かってくるんですよ。で、行きましょう。窒素、リン酸、カリウム、それぞれ植物にとって効く場所、特に効く場所っていうのが分かれてるんです。それを知るだけで大きく違ってきます。窒素、N ですね。N がどこに効くのか。これがですね、もう、早茎です。つまり植物にとっての重要な枝葉をしっかりとたくましく育てるための大切な栄養素が窒素になります。なぜ窒素が必要なのかっていうことなんですけども、そこまで知るともう忘れません。窒素、さっき言った、僕らが必要なタンパク質や炭水化物にも実はつながるんですね。タンパク質っていうのがやっぱりね、植物にとっても根本的に必要なんですよ。そのタンパク質の配合要素が窒素入ってるんです。なので窒素ですし、あともう早茎きすぐつながるのが葉緑素です。欠かせませんね。葉緑素があることで、そこに光が当たって光合成をして、そこで栄養分作って植物は生きてるわけなんですけども、その葉緑素のやはり構成要素ですね、配合されている要素が窒素が含まれてるんですよ。だから窒素は欠かせないんです。で、窒素、僕ら人間にとっても実は馴染みやすくて、この空気中、もう大気中ですよ。地球上の大気の空気って酸素が一番多いと思われてますけど、実は8割弱は窒素なんですね。それぐらい窒素ってね、もう生きる上で欠かせない成分なので、もう窒素がまず最初に来るわけですね。植物にとって早茎、そもそもね、もう体を大きくするためには窒素欠かせないということでした。続いて P、リン酸です。リン酸はどこに効くのかってことなんですが、つまり花や実です。はい、花や実をしっかりたくさん咲かせたり、実をつけたい場合はリン酸が必要になります。なぜリン酸なのかというと、リン酸はどういう栄養素かっていうと、いわゆる核酸っていうもので、 DNA ですね。 DNA に含まれているような成分なんですよ。だから花を咲かせるぞっていうふうに促してくれる。さあ、花を咲かせてくれよっていうリン酸があることによって、植物が気づいて花を咲かせるっていうふうに促して、発育をよりですね、促進してくれるような、そんな成分なんですね。だから実もつきやすくなるし、花も咲きやすくなるっていうことなんです。それがリン酸分です。続いてカリウム、まあカリって言ったりしますけど、カリウムはじゃあどこなのか。あと残っている場所は、そう、土の中、下、根っこです。もうほんと植物って根がもう僕は一番大事だと思っています。根が張らないとやっぱり葉も茎も育たないし、花も咲かせられません。もうしっかりとした大地に根付かせるためには、このカリウムっていうのが特に根っこに効きますので、重要になってきます。カリウムがなぜ根に効くのかっていうと、その光合成したって作られた栄養分ですね、それを根っこの方にも行き渡らせるんですよ、植物は。その根っこの方にも、株全体にもね、行き渡らせるための、その促してくれる役割としてカリウムって重要なんですね。で、さらにそれだけじゃなくて、植物自体はやっぱりたくましく、根自体もですね、もうたくましく強くしてくれる役割っていうのがカリウムがあるんですね。そういった意味でのカリウムは根っこに効くっていうことです。ただ誤解してほしくないのは、この三大必須栄養素がやっぱりそれぞれ絶対重要でして、どれも欠けてはいけないんです。特に効くっていうことで今お伝えしましたけども、他の場所にももちろん効いてるんですね。バランスよくやっぱり配合して、かつプラスちょっと多めにそこの部分を配合することによって、より葉に効くのか、花に効くのか、根に効くのかっていうふうに分かれてくるわけなんです。もう答えが出ていますね。つまりそれを今知ることによって、この栄養、はい、肥料分っていうのは配合量、さっき言いました 100g 中何 g 入ってるのか、パーセンテージが違うんですね。これありがたいことに全て共通でパーセンテージっていうのがなってるので、これ見ればわかるんですよ。自分が何を育てたいか。例えば観葉植物、観葉植物を育てれば今おすすめしてるこれボタナイスシリーズですけども、はい、解き明かしますと、窒素、リン酸、カリ、これ後ろに書いてありました。観葉植物って思い育てるのはやっぱり早茎ですよね。ってことは窒素が高いんじゃないですかということで、はい、やっぱりそうだ。9、8、8、他の成分ももちろん大事ですけども、窒素、リン酸、カリの窒素がやっぱりちょっと高めに、多めに配合されている。これが主に、はい、観葉植物用の肥料に多いことですね。さあ、そうなるともうおのずと答えが出てきますね。花物や野菜ですね。野菜育てる場合、花や実が重要です。これ主にハイボネックさんのハイボネックス原液、いろんなものに使えるんですけども、やはりいろいろな花や野菜を元気に育てましょうってことで、ってことは何だと思いますか？そうです、リン酸です。窒素、リン酸、カリ、はい、6、15、はい、リン酸がやっぱり一番多く、花や実をね、しっかりつけてほしい。もう核ですよ。もう DNA の方からもどんどん花や実つけてねって促してくれるためにリン酸を多めに含まれています。つまり自分が育てる植物で花や実をつけたいんだって場合、花たくさん咲かせたいんだって場合は、リン酸分が少し高めに配合されているものを選ぶといいんですね。このマイガーデンもそうです。やっぱりリン酸少し高めですね。でもやっぱちょっと微妙に違うんですね。こちら9、15、はい、ちょっとリン酸が高いって感じです。窒素リン酸っていうね。でこっちの方、ハイプロミプス酸の方はもうダントツリン酸の方が高めに設定されてますね。こういったのが各社ね、肥料成分配合が独自にやっぱいろいろとね、吟味されて作られているっていうことなんです。で、あとカリウムですね。まあ、カリウムに関してはもう全般的に根っこに必要ですので、まあ、それはしっかり含まれている。まあ、必ずでも含まれていますから、そのでも容量も全部違うのでっていうことで、まあ、主にはその窒素とリン酸の配合されているものによって、まあ、リーフ類、観葉植物系なのか、花物、実物、野菜と収穫したいのかっていうので分かります。なので、専用の植物のね、今肥料ってもう本当にいろいろ売ってくださってるんですけども、必ずしもそれを選ばなくてもですね、他の肥料で十分使えます。言っちゃうと。で、もう、おのずとそうなってくると、専用の肥料って結構勘違いしちゃうのが、その専用だから、例えばバラ専用はバラにしか使っちゃいけないんだって思っちゃうかもしれないんですが、そんなことないんです。そんな風にしっかりね、成分見てみてください。成分見てみると、あれこれって、あ、他の植物にもいけるってわかると思います。今のことわかれば。なので、全然他のところにも使って OK です。そんな風にね、確かめていただければ、おのずと肥料選びってわかりやすくなるかなと思います。まあ、ただ、専用の肥料に関して、特にですけども、その三大栄養素以外に、まあ、以前もお伝えしましたけども、活力剤ってミネラル成分ですね。マグネシウムやカルシウムなど、他の栄養成分もやっぱ、補ってよりね元気に育ってくれるっていう成分ミネラルがあるんですけども、そういったものも最初からね配合してくれている、その植物に専用に効くように配合してくれてるっていうもの、あと効きやすいようにですねコーティングされていたりですね、緩やかに効くタイプであればそういったものもね工夫されているっていうのはやっぱり違ったりもするので、まあ、一概には言えないんですが、まあ、純粋に三大肥料の栄養素として考える分にはそんな風にね今お伝えしたので考えていただければいいかなと思います。さあ、ここからですね、まあ、基本的にこの肥料成分で選んでいただければいいなってことなんですけども、まあ、ちょっとこぼれ話的にもなるんですけども、じゃあ液体肥料と固形肥料ってありますよね。これそれこそ液体肥料と、あとこっちは固形肥料ですよね。こういったタイプ。つぶつぶのタイプ。これどう違うかっていうとですね、まあ、液体肥料はまあ何度も言ってるんで、もうお伝えする必要もないかもしれないんですけども、もう最初から液体として溶けてくれてる。肥料成分は結局同じなんですよ。肥料、三大肥料、栄養素が入ってるんですけど、溶けてくれてるんで、いちいちその水やって溶かす必要がないわけですよね。はい、もう溶けてるんですぐに効いてくれる。即効性ってよく言いますよね。だからなんですよ。溶けてるからすぐ効いてくれるっていうことの液体肥料。だから早めにね、効かせたい。すぐ肥料欲しいんだっていう、次々花を咲かせるね。花物なんかは液体肥料がおすすめですね。で、逆に言うと観葉植物だとか、あとじわじわとね、ゆっくりと肥料効くのでいいんだっていう場合は、こういった置くタイプのね、粒の肥料ですよ。こういったね、粒の肥料。で、これもね、いろんな種類があって、大きめのものもあれば、こちらなんかは結構粒々じゃないかな。ちょっと開けましょうか。あ、でもこっちも比較的大きかったですね。これ丸いですね。でも形違いますよね。丸もあればこういうちょっとね、タブレット状の形だったりとか。あと丸でもほんと粒々の細かいのとかもありますよね。これどう違うかっていうと、やっぱり溶けやすさってのも変わってきます。大きければ大きいほど、やっぱり長く効いてくれますよね。溶け出して、長く長くずっと持ってくれるっていうのもありますし、で、粒々だと逆に言えばでもちょっと即効性があったりしますね。早く溶けてくれるので、すぐ効かせたい場合は粒々使うっていうのもありですし、でも粒々だからといって、小さいね、粒々だから、じゃあ必ずしも即効性で早く溶け出して、もうすぐなくなるのかって。そんなこともなくて、最近ではやっぱり本当に各社さんでいろんな肥料出てて、コーティングが違うんですよ。もうコーティングしていないものっていうのはすぐに溶け出しますけども、もうコーティング独自のそういったね、膜を張ってることによって水で溶けにくい。つまり、ゆっくり、よりですね、緩効性緩やかに効く。じわ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 と、じっくり長く、もう1ヶ月、2ヶ月ね、持つように1回置けば。なってくれているってこともありますので、まあ、そういったものはやっぱり各社さんの肥料の違いので、パッケージにね、やっぱりそう特にね、コーティングとかこだわってる前って書いてあるんで、じっくり長く効きますよって書いてあるんで、そういったところもね、見るときにね、ぜひ肥料選びの参考にしていただければと思います。さらにこぼれ話になりますけど、まあこぼれ話とかこれでも知っておいてほしいところにもなりますね。肥料も今主にその化成肥料っていうもので紹介したんですよ。僕ら育てる基本的にお家で鉢とかで育てる場合、庭植えなどで育てる場合って主に化成肥料を使うことが多いですね。どういうことかというと、もう一つ種類があって、それは有機肥料ですね。でもよく有機肥料の方がいいよって聞きませんか？これどういうことかというと、ちょっと有機肥料と化成肥料の違いについても少しお話ししたいと思います。有機肥料っていうのはもう有機その名のごとく、基本的に動植物ですね。動物や植物などの、動物の排泄物であったり植物が枯れた後のもの、そういったものが有機物としてなっている天然のものです。それが肥料として売られているってことになります。特徴としてはですね、それがじゃすぐに肥料成分として効くかっていうと、そうではなくて、一回で分解しなきゃいけないんですよ。土の中で微生物が生きてるわけなんですけども、土の中の微生物がそれを分解します。はい。だから自然の中、より自然の中で起きていることと同じことになります。自然界でなぜ肥料がなくて植物生きてるかっていうと、やっぱり動植物の、その動物の排泄物だったり植物が枯れたものっていうのが微生物によって分解されて、それが窒素、リン酸、カリウムに肥料成分に変わるんですよ。そういうことが起きてるんで、植物って自然界で生きてるんですね。で、それ僕らが育ててる中で、早く活かしたいってことで、科学的にですね、この窒素、リン酸、カリウムがしっかり含まれてるのが化成肥料っていうものです。化学成分だからといって、でもね、結構、もともとある天然のね、鉱石とかも使って作られていたりもするので、安心して使えるんですけどね。で、はい、なので有機肥料に関しては、より土に優しいです。自然に優しいです。で、じわじわ効いてくれます。時間はかかります。だから即効性というのは遅効性、ゆっくり効くってことですね。一回分解してから効くっていうのが、主に有機肥料のものであります。油かすとかね、あと牛糞堆肥とかいろいろ売られてるじゃないですか。牛の糞ですよね。そういったものですよ。あと、やっぱ匂いが結構きついですよね。自然なものなんで、自然の排泄物だったりするので、はい、匂いっていうのもデメリットもあるかなっていうところ。でも、より自然に近づけて、土もいい土として生きた土で長く使う分には有機肥料っていうのがおすすめではあります。でも化成肥料の良さ、こっちをねやっぱ僕普段使ってることが多いんですけども、こっちの方はやっぱり即効性だとかしっかりとその肥料成分がもう明記されて、もう分かりやすくはっきりその使い分けることができるんですよね。さっき言った通り。あと匂いがもうほとんどやっぱりしませんのでね、安心して使えるし、虫も湧きにくい。さっきの有機肥料はやっぱ虫が湧きやすかったりしますね。ただ、もちろん化成肥料にもデメリットはあります。じゃあ化成肥料ばっかりね、使っていたらどうかっていうと、土の方がやっぱりいった土になるかっていうと、だんだんと化成肥料をずーっと長く使ってると微生物がちょっと生きにくかったり、微生物がその化成肥料の肥料分で生きるかっていうと、そうとは言い切れないところがありますので、長くずっと使うって生きた土で耕していくならば、有機肥料になりますけども、じゃあ化成肥料はずっと使えないのか、そういうわけでもありません。そういう場合は、これ新しい土に変えていただく。もしくは土壌改良剤っていうのも売っております。そういうのも混ぜて、再生して土をね、使っていただくっていう風に使っていただければ大丈夫です。なんで難しく考えずですね、この化成肥料っていうものは、肥料成分が分かりやすいので、ぜひね、ごめんなさい。はい。使っていただければなと思います。ちょっとこぼれ話、今回長くなる。そして肥料がこぼれましたけども。ということでお許しください。またね、もっと深掘りするといろいろないい土っていうのをね、ミミズがいる土がいい土だったりするとか、微生物のね、話とか、ちょっとまた今度できたらなと思います。あと、つぶつぶの、ね、土がいいっていう、土についてまだまだ語りたいこともありますので、また配信したいと思います。というわけで、以上、みかんよしの趣味は園芸チャンネルでした。ぜひ肥料をね、もう今日の知識を覚えていただければ、使いやすくなると思います。さらにこぼしていいですか？まだ行くのかっていう。これほとんど、今回の尺の中でほとんどこぼれ話だけになってる気がするんですけど。これちょっとお伝えしたいと思います。今言っても結構ね、聞いて一回でね、覚えられなかったりするんですよね。結局窒素とリン酸カリウムどこに効くんだっけで、買う時に1時間悩んじゃって、結局携帯で調べちゃったり。それはもったいないですね、時間がね。バシッと覚えましょう。覚え方あります。これ完全三上オリジナルで、僕の覚え方でもあるんですけど、これで忘れません。窒素、リン酸、カリウムはもう順番決まってます。購入しに行ったら必ずその順番で書いてあるんで、あとはどこに効くのか覚えればいい。NPK の順。はい。効くのは、歯、鼻、根でしたね、主に。歯、窒素、リン酸、カリ、あ、こっちからやってみるか。窒素、リン酸、カリ、歯、鼻、根。これ、もう語呂で覚えましょう。受験みたいになりますけど、僕の覚え方なんですが、完全オリジナルです。母なるねで覚えましょう。はい、もう忘れません。窒素リン酸カリウム、母なるね。特に大事なのは根っこです。母なる根をしっかり生やしていきましょう。窒素リン酸カリウム、窒素は歯、リン酸は花、カリウムは根、母なるね、母なるね。はい、忘れません。というわけで以上、みがよしの趣味は園芸チャンネルでした。ぜひまたご覧ください。チャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いします。母なるねを育ててね。ありがとうございました。